劇場でこのキャッチフレーズ初めてやったんだと思うとちょっとなんかドキドキしますね。ということでキャッチフレーズいきます。いきます。福井県といえばカーニ恐竜。はいひゆか。はいありがとうございます。AKB48 チームメイト福井県代表の中学3年生15歳の坂川ひゆかです。今日なんと 2周年でーすはい今日はなんと私の2周年記念配信ですいや,ーいやなんかね実感湧かないんですけどもう2周年たったのかって感じですね早い すぎるはい。って感じではい、はい、もう2周年そうあっという間だよねねはいということで今日はですねはい今あの日から2年が経ったということでまあ長いようで短かった ようでまあいろいろな感情なんですけれども,もはいもうね今年もあとわずかではい終了となってしまいまして結構なんかってことはそのお披露目した時は結構年末だったということですよね。はいだからいい区切りということで今日はですねなんなんなんと。 はい。一年を。振り返っていこうかなと。思います。<laughs> はい。今日は。一年。振り返っていこうと思います。そうで。まあね。今年はね、そのコロナウイルスが。かかったりか。あの、流行したりとか。あと受験生というのもあって。なかなかね、その。 皆さんと会う機会が少なかったんですけれどもそうまあ少なかったんですけどね皆さんとまあ全く会ってなかったわけじゃないのでねそうでねその私今日その1年間のスケジュールを月ごとにまとめてみたんですけど結構まあ うん、埋まってるんですよ毎月毎月埋まっててなんだかんだねはい皆さんとお会いできてる時とかありますねはいということで今日は、はい、振り返っていこうと思います やっぱりもうね1年目と違って2年目はやっぱりファンの方と結構仲良くなれたと言いますかうんなんかファンの方との仲が深まってる気がしますはいということで早速2年目も間違えた2年目を振り返っていこうと思います パーチ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 ではちょっとまあ私は思い出を見ようと思いますまずじゃらん2021年活動スケジュールイエーイ <laughs> はいということでまず1月からいこうと思います1月おうちクアは 皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかお家でそのリクアワーをしましたリクエストアワーそうでそこでね私たちは何をしたかなあこれだったかなだった気がするそれとあとゆいゆいさんのオタクをしましたねそうオタクをして オタクロになったりとかしましたね <laughs>。はい。そう。いや懐かしいな。これが一月です、ね。あでも今年なんだそれ一月なんだ。マジか。そう伝説のオタクロさんなんですけど最近なかなかねあれ以来登場してないんじゃないかな。だよねあれ以来登場していない。 結構レアな方だったんですねはい <laughs> どうなんだろうこ来年は来年はまたねオおクロろうさんが出てくるのかというところなんですけどもはいそんな感じかなそうでも楽しかったのおうちリクアはまた多分する時あると思うので。 そうでこの時はねやっぱりコロナウイルスが流行しててなかなか皆さんの前で披露というよりかはやっぱりお家でオンラインで配信とかそういうのが多かったような思い出がありますうんうんなんかたくさんでも配信出てたよなって感じそうで私もねやっぱり受験生っていうのもあってやっぱり東京行けなかったりとかもしたし いや今年はやっぱりその何て言うのオンラインオンラインうんオンライン様にちょっとさまさまって感じですねお世話になりましたねオンライン様に <laughs> はいでは次いきます2月あこれこそまさに私の初オンラインお話し会開催日です2月はですね私は初めて オンンラインお話し会に参加させていただいたというはいいやーこの時に初めてそのいつも応援してくださってるファンの方のお顔を見てお話ができていやーなんか結構この日は印象に残ってますねうんなんかなんて言うんだろうな初めてそのいつも応援してくださってる方のお顔を見たし あこんなお顔されてるんだとか <laughs> そうあとその考えてらしてることっていうかいろいろなんか一人一人違ったお話ができて楽しかったですねなんか思ってくれ,くれてることがやっぱりその何て言うんだろううん <laughs> めちゃめちゃなんか伝わってきて一人一人の感情とかえそうでねこの日初音ラインお話がめちゃめちゃ緊張してて え何話せばいいんだろうとかずっと思ってたんですけど始まってからもそんな心配一切無用ということが分かりましたねもう皆さんが私がまあその、ね、初めてのオンラインお話書いてたからちょっとまあ積極的に話してほしいですって言ってたのもあるかもしれないんだけどもう全然普通にお話できて何もね緊張せずと言いますかそうなんか楽しんでた緊張より。 楽しいが変わってたような気がしますねはいそう意外と緊張しなかったねそうでねファンの人たちめっちゃ優しかった本当にやばい <laughs> やばいって言ってもなんですけどそうめちゃめちゃやっぱり愛されてるなって感じだしみんな本当に優しかったうん あとやっぱりなんて言うんだろうその一方的に話すというよりかはやっぱりちゃんと会話をできるように話題振ってくださったりとかあとなんか卓球をなんかしてくださった方とかもいていやなんか楽しかったですねオンラインでこんななんて言うんだろう皆さんと関われるというかうんはいなんかうんでも本当にね あれだよね、本当にオンラインお話し会も楽しいんですけどやっぱりねいつかは直接皆さんとお会いしておしゃべりできたらなと思いますね握手会っていうのうん握手会私まだ一回もやったことないのでそうはいって感じで次じゃあ行きましょうかお次3月でございます3月はなんと私の初 舞台デビューとなっております。そう、舞台、バジムリ学園に。なんと、出演させていただきました。はい。いや。めちゃめちゃ印象残ってますね。もう、これが。うん。一 <laughs> 番と言っていいぐらい。いや、二番だけど。<laughs> 本当にもう。 めちゃめちゃ本当に頑張ったうん初めてなんか演技っていうものに挑戦したのでねまず稽古期間が結構長くて1ヶ月ほど稽古期間あってで毎朝早い時間に稽古に行って夜遅い時間に帰ってでもうほぼ学校みたいなうん ほぼ学校よ毎日通っててそうでやっぱり先輩方の、うん、演技をお手本にさせていただいて見たりとかそう何かねたくさん学んだことあるし自分の癖とか直さないといけないところとか いいろろね学んだんですよねそうだからやっぱり舞台だから声の大きさとかもね大変だったしでも私結構普段から声が大きい人なのでまあ声は結構そこまで苦戦しなかったんですけどやっぱりそうだな。 なんだろうでも初めてお芝居したんですけど最初全然なんかそういう舞台とかお芝居とか別に興味がなかったと言ったは悪いんですけどそうあまりなんかチャレンジしようとは思ってなくてでも今その3月に舞台の機会が舞台をさせていただける機会があって初めてもうそこでね 演技が好きになって,ハマってもう本当にこの舞台「まじむり学園」出演したことが私のこの演技にはまったきっかけと言いますかはいでねもう本当にたくさんそう今コメントでも皆さん言ってくださっているんですけれどもありがとうございますそう演技をたくさんたくさんね皆さんに褒めていただいてそうめちゃめちゃなんか毎度毎度その私が舞台終わった後に。 エゴサーチしてうれしいなってずっとはい <laughs> 思ってましたはいそうでもやっぱりねそのね演技って全然その私初めてなので経験していらっしゃる先輩とかいらっしゃるわけでいやほんともうめちゃめちゃお手本になりましたね ありがたいななってなんか間近でねそうやって何て言うんだろう今回その AKB だけの舞台だったのでそうやっぱり話しやすかったし聞きやすかったというかそう親しみやすくてそうだから間近にねそうやって素敵なお手本となる先輩がいらっしゃるの本当にありがたいことだなと思いましたねはい。 ね、そうでもなんかなんて言うんだろう緊張したかと言われればもう確かに多少は緊張したんですけどやっぱりもう本当に長いこと稽古してたのでうんなんか自信がついてたもうやるだけみたいなあとは本気でやるだけっていう感じだったんでうん練習頑張ってたからそこまでガチガチに緊張したとかはないですかねそう,そう うん。って感じうん。はい。だからそれで結構まあね舞台にハマって、まあ、舞台と演技にハマりましてはい。あそうで3月はそれだけじゃないですなんとスカパースプリングフェスの出演もありましてそうでそこでもう初めてと言っていいかなか他のチームの方と 交流がでできて嬉しかったですねもう一番下っ端の私にそう優しく教えてくださってなんか本当うんなんかめちゃめちゃ緊張しててそれがもう本当に一番緊張してたというかうん緊張してました本当に。 そうで、今日ね今日その「お披露目ありがとうございます」みたいなツイートをツイッターにあげたんですけどそれもそのスカパースプリングフェスの時の衣装でそうであの時の衣装めちゃめちゃ可愛くて結構スタイルよく見えた衣装ではいいまた着たいです <laughs> はいそうでねもうあれフルだったんですよ全曲。 全曲フルで生歌ではーい大変でしたけどまあ何事もなかったといえば嘘となりますがはいちょこちょこ失敗してしまったんですけどでもねもうほんとに急遽だったからうんでも頑張った方私でも頑張ったなと思います今思うと自分。 ありがとうございますはい <laughs> てな感じで次4月4月はですねあ第2回目のオンラインお話し会でございますもうこの時はねもうさすがに緊張してなかった気がするさすがにねうんだから超楽しみにしてたいやなんか久しぶりに皆さんとねお会いできるしあと真面目のもうすぐ後だったから たくさん、まあ、やっぱり感想が聞けちゃゃうんじなないかなとマジムリのその感想を言ってくださってそうであとねやっぱりそのマジムリでファンになりましたって方が来てくださったりとかめちゃめちゃ嬉しかったですねうんいや嬉しかったはいやっぱりなんかやっぱりさ <laughs> やっぱり言い過ぎそうやっぱりなんか お顔を見てて直接話が聞けるのっ嬉嬉嬉しし、ね、しいいいよよねんんですよそう嬉しいんですすそうだからやっぱり参加してくださった方はめちゃめちゃ覚えるというかうん認知っていうの覚えますし毎度毎度ね後ろに私のグッズを飾ってくださったりとかあとちょっと変わったところにお出かけしててそこで今日はここにいるよとかあとバイク。 乗ってて今ここ着いたよとかうんはい嬉しいですよねそうだからもうねオンラインお話し会に参加してくださった方々は大体もう認知してますので次ねオンラインお話し会があった時にもぜひねはい私の私とお話 <laughs> してください <laughs>、はい、してくださいそうファンの方のことも知れるしねうん嬉しいですよね早くまたしたいんですけどまあまた後々お話しするので楽しみにしていてください次じゃあ5月いきましょうか5月まず茨城公演に出演させていただきました もう茨城公演はね楽しかった,た楽しかったけどナットエンジェルうんナットエンジェルの印象が強すぎたかなっていう感じはいはい、はい、ナットエンジェルうんまあいろいろ、まあ、ちょっと私の気になる点はありますが まず衣装が、まあ、結構ええー、<laughs> 初めてあんな露出したの皆さんの前でしかもええー、はいねえお腹出てて。 だけじゃないんですけどまあいろいろありましてまあでもそこでもねなんかそうそこでもその後にちょっとなんか劇みたいなのがあって演技をしたんですけどそうねえでもなんかそこでもめっちゃなんか。 ちちちょっっっとの演技だたたけどめちゃめゃゃ楽しかったやっぱり私演技好きなんですよって思いましたねその時好きなんですよっていうか好きだなって思いましたねうんはいお次ですよお次神奈川県公演まあチームメートのツアーファイナルが6月5月にありまして ありがたいことになんと5月チームエイトツアーファイナルでなんとなんと涙の湘南のセンターを務めさせていただきました本当にもうありがとうございますはい涙の湘南ででなんとセンターですいやーなんかめっちゃもう本気で決めた。 めっちゃ決めた <laughs> 顔キメッキメでではいさせていただきました本当にねお代理さんありがとうございます本当に感謝してもしきれないしかもねそのねなんて言うんだろうそんなねツアーファイナルでですよファイナルで私のセンターを務めさせて ほ、うんとにうれしいもう本当に最後にいい思い出が残せたなって思いますそうであとはねあとそう「最強ツインテール」とか出ましたね同期で「最強ツインテール」出ましたね 可愛いよ何の曲私その TikTok を見るんですけど TikTok で流行ってて「最強ツインテール」でその曲するのと思って嬉しかったなんか衣装もめっちゃ可愛いし曲もめっちゃ可愛いしそう「最強ツインテール」ね可愛い,いよね <laughs> はいだからできて嬉しかったですねって感じかな <laughs> そう <laughs> そう僕の好きな でごめんねジュエルはそうバックダンサーをさせていただきましてうんごめんねジュエルめっちゃ苦戦したなバックダンサー超苦戦したそうツインテールじゃないのがポイント確かに確かにそうだねあの時は結構髪の毛が短かったんですよねもうボブ普通にボブだったからできなくて 今ならできるよ <laughs> ひどいズラーって感じなんですけどはいでは6月いきましょうか6月はですねなんとまあ皆さんには何も公表していなかったんですけど実はもうこの時に映画のオーディションに合格してもう撮影が始まっていましたそう皆さんにはね まだ映画の発表されてなかったので公開はできなかったんですけどそう6月にね撮影しておりましたもう一人でね一人って言ってもマネージャーさんもいらっしゃるんですけど GS 徳川さんまありがとうございますそう一人ではい行ってきましたどこに行ったったけな福島と 壁があるとこってどこですっけ埼玉に行きましたう,うん、埼玉県に行ってきましたそうもうね映画撮影もたくさんたくさんもうたくさん思い出ありますね前ももうちょこちょこ話してるので 深くは言わないんですけどやっぱりもう初めての映画撮影ということで先ほど舞台に出演したというお話をしたんですけど舞台とは全く違うねこのこういうこんな感じカメラの前で演技するというかはい、はい、カメラの前で演技してでなんともうほんに。 本当にもう今までねテレビで見てきた数々の方々が数々の方々数々のもう女優さん俳優さんがねまさか私と共演なんて「すごいよね」だって思わないテレビを見てて「だよこの人と共演してるだ」なんて思わないじゃん思わないよ今でもなんか本当に共演したんですかね ってなんかちょっと幻覚を見ているようだものうんそうそうそうって感じ<ジ> <laughs> そうだからねなんかもうドキドキだったんですけど本当に皆さんは優しくて安心ですよね。 はいヒー,ヒーヒーヒーと「あー」が来てくれたんですけど今振り返り中ですめん <laughs> ない,いいですよ、はい、そうだからね映画撮影はもう初めてそういうロケっていうか地方に回って撮影してでねもう本当に加藤柚なちゃんと仲良くさせていただいて。 なんかもう前も言ったんですけどゆずなちゃん私より圧倒的にお若いんですよねなのになんか私同級生がそれとも先輩と話しているかのように普通に会話ができるんです,すごくないですか本当にこれ冗談抜きで本当にすごいと思うんですけどだって普通まだね幼稚園に通われているんですけどもだってね普通なんかやっぱり ちちょっっととふざけちゃったりとかあると思うんですけどすごいよね本当になんであんなに大人とスムーズにと言いますか会話ができるんだろうと思って本当にすごいもう本当にすごいすごいとしか言いようがないすごい本当にあの子は本当にすごいあ斎藤げたさんどわ ありがとうございます。たばたばありがたわありがとうございます。はい。いや本当にしっかりしていた、はい。ありがとうございますって感じですね。もうい,いろんなものを学んだし、なんか本当に演技もっとしたいってなった。もううん。 なんか泣けてくる <laughs> そうもうねもううん頑張ります頑張りますはい <laughs> 頑張りますはいでは7月はですねなんか何もなかったんですよ、ね、7月はなかったんですけどおそらく練習頑張っていました練習頑張ってました7月はイエイイエイ 感じうん7月は練習頑張ってたねでよでよ8月よコロナウイルスに、ま、感染してしまいはい、ま、8月に てな感じで大変でしたねかなり大変でしたよね <laughs> もう辛い思い出なので <laughs> はい,いやでも本当にもうねそのコロナウイルス感染してからやっぱりもう皆さん本当に 本当に私の支えにななってるなと思いましたね本当にたくさんね心配のコメントで私はもう何もツイートとか何も言えなかったんですけどなのにもかかわらずよなのにもかかわらず毎日毎日「おはよう大丈夫?」とか「ちゃんとねゆっくり休んでね」とかでしたよ本当に。 もうずっともうそのコメント見てファーってなっててそうねもうなんかその感染してる時はたくさんの人に助けられたよね絶対一人じゃ本当に病んでた <laughs> 絶対に病んでたもうもうね 辛かった本当に辛かったもう絶対もうかかりたくないっていうぐらい本当に本当に絶対にかかりたくないですねだって何も食べれなくて動けなくてそうだ何も食べれないから体がもうなんかう,うん動けなくなっちゃってそうでご飯を取りに行かないといけないんですけどそれも取りに行けなくて。 でで飲み物も本当はペットボトルの半分ぐらいは飲んでくださいって言われてたんですけど飲めなくて一口も。ねえ, <laughs> ねえって言われてもなんですけどそうだからもう,もう絶,対絶対に書かかりたくないですね私は絶対にもう。 辛かったですね本当にうん味も分かんなかったよ急にね最初かかった時は大丈夫だったんですけどねやっぱり徐々にねなっていくにつれて味分かんなくなって匂いも分かんなくなって辛かったですけどまあ今はもう全然もう匂いもーん <laughs> 匂んいも味も分かるので。 大丈夫でございます、はい、そう体重もね6キロ減ってあれが一番最大かな今年最大で最高に痩せてた時ですねもう今リバウンドと言いますか普通に戻っちゃったんですけどはい戻っちゃいましたいや今はもう逆になんか幸せすぎて太っちゃいましたねまずい それ今冬休みということで結構食べちゃうので太ってますけど頑張りますまあね無理にそうやってダイエットするのもねやっぱりその栄養失調とかなっちゃいますからもう自分なりに食べてまあちょっとお菓子控えめにしたりとか最近ねちょっとニキビが出現してるのでちょっとお菓子控えめで。 い,いかと思いますそうこれからねお正月でお餅とか絶対食べますよね,やばいよねまずい顔がね本当にななっちゃうので気をつけようと思います皆さんも正月ぶとりお気をつけください、はい、次そうで八月はですね <laughs> 急に八月はですねコロナウイルスから感染復帰したのともう一つパラリンピック競技を 紹介あの体験させていただいたんですけどそうボッチャとブラインドサッカーと車いすバスケットボールを体験させていただきましてうんボッチャ見ました私の神プレーそうなんか初めて私はパラリンピック競技を体験しましてうんなんか難しかったけど ななんかなんかて言うんだろうそのいろいろスポーツってたくさんなんかルールがあるんだなって思いました。そそりゃそうかって感じなんですけどそたくさんなんか一つ一つにルールがあってそのブラインドサッカーとか音が鳴ったりとかそうなんかサッカーとブラインドサッカーでも大きな違いがあったし。 バスケット車いすバスケット。やっぱり大きい違いがあったりとかして。あと車いす、めちゃめちゃ運転難しかった。本当に腕がムキムキになりそうでした、あの一瞬で。うん。うおーおーって感じでしたね。大変。なんかだから本当にここの腕の筋肉とかはたくさん鍛えないと大変だなって思いました。だから本当にそれで それを動かしつつ高いところのリングに打つわけじゃないですかすごいよね本当にすごい体験して感じましたね本当にすごいはいうんってな感じで紹介とか体験をさせていただきましてでは 9月いきましょう9月この時にですね、まあ、なんと AKB48 ネモハモルーマーが発売されまして今もありますよよいしょこれしょはいネモ,モーマー、はい、ネモハモルーマーがなんと発売されましてそしてこの中にチームメートオリジナルの成功到底が 入っていますがなんと私の声が初めて入っておりますはいそれが9月でございますいや本当にネモハモルーマをもう大旋風を巻き起こしたよねもう歌番組で毎度毎度やっぱりネモハモルーマーで私は湧くんですけどうわー来たってなるんですけどねもう何回聞いたことがね 友達もねハマってくれてハマってくれてというかもうハマってそううんめちゃめちゃいいよねでめちゃめちゃ今面白いエピソード思い出したんですけどその国語のテストで「委ねる」っていう感じの問題が出たんですよで。そしたら多分みんな思ったのか知らないんですけど国語のテストが終わった後にみんなで集合して。 委ねる溶けたでしょって言ってみんな溶けたって言ってえなんで溶けたって言ったらネモハモルーマーがあるじゃないですかネモハモルーマーの歌詞で「ゆだねて」ってとこあるじゃないですかそれでなんと皆さんね多分それで思い出したのかちゃんと書けたんですよみんな「ゆだねて」ってもうほんと「ネモハモルーマーありがとう」ってみんなで言ってましたね はいっていう <laughs>、はいうは面白いエピソードだと思います。ねい瞑想、ね、でねこの寝守ルーマン「根回る馬」ほ本当に一時期私たちずっとハマってて友達と学校で。で踊っててそう。 ありがとうございままますす本当にさですはい。ってな感じででそれでですねその TikTok ができて AKB のそこでね私が、まあ、カニの前でこうやってこうやって,やってカニダンスっぽくはい TikTok 踊らせていただいた思い出もございますでそしてですねあなななななんとその後にもありまして17ライブ17ライブ ススンはい、17時間配信でなんとアドリブ劇に私出場出場っていうのかなんかなんかかんないんですけど出させていただきましてなんとアドリブ劇でなんと私か噛んだ私1位ってことで優勝させていただきましてその時にも、まあ、これも演技だったんですよ なんとこの時の審査員の方が舞台「マジムリ学園」でお世話になった丸尾さんでしたなんかねだって3月以来にあったんですよ3月から9月123456か月ぶりですよ6か月ぶりに丸尾さんと お会いしてと緊うわーと思ったんですけどたくさん褒めて頂けてなんと優勝嬉しかったなんかわーと思ってそう丸尾さん本当にねたくさんはい優しく厳しくビシバシね教えてくださったのなんか褒めていただけるのがなんか嬉しくて。 うれしかったです, <laughs> 嬉しかったです <laughs> はいで次そうでこの時9月にもね「アンロッケ」あんた「ロッケロッケ」ターボーでなん,なんとなんとなんとなな なんと本田ひとみさんと初共演と、はい、なんと本田ひとみさんとロケです。しかも私は初なんて言うんでしょう食べ食べロケっていうのなんかうん。 嬉しかったです本当にそうお肉のようなお寿司をいただきましてはい本田ひとみさんとね本当にその時にたくさんお話しさせていただきましてお写真もいただけて仲良くなれたかなって思います 本当にもう透明感がやばかったうん隣にいても分かるツヤツヤしてらっしゃる可愛かった本当に可愛かったです色も白くて目もキラキラでなんか本当になんかに天使ですかねみたいな感じでしたねはい 楽しかった本当にゲームして勝負してまあでもねちょっとまあちょっと性格悪いような後輩にならせていただいてすいません本当にでもねそのんかバチバチに対決っていう感じだったのでバチバチに私もやらせていただきましたがそう食レポ食レポ食レポをさせていただきました <laughs> はいてな感じですかね楽しかったです。まあ、また機会があればなと思います。はい、では次10月まあ10月は私のね誕生日がありまして皆さんお祝いありがとうございます。はい、もうねこの時15歳になって10月7日で15歳になりました。はいで そうね誕生日とスカルプ D プレゼンツの冠番組争奪戦のラジオがありましてえそこでねそこでねはいダイナソークラブが考えていたということでございますそう15歳です今15歳皆さん中学3年生15歳です来年から高校生になりますよろしくお願いしますはい,はいで11月 あ11月はツイッターのフォロワー様がなんと1万人突破した月でございますね1万人突破次「ダイナソークラブが、ね」だね初開催はいショールームにてですけど初開催でございますそうで「秋葉 t v を出演させていただきまして映画の宣伝に行かせていただきました もう初めてあの時に深く深く監督さんとプロデューサーさんとお話しさせていただき,させていただきまして <laughs> 楽しかったです久しぶりにねそのこれも六6月ぶりに5か月ぶりに監督さんとプロデューサーさんにお会いして褒めていただきてうれしかったなって思います そうでもここら辺はねもう11月なんでついこの間って感じなんですけどそう「頑張りましたね」って言われてなんかあったかくなった本当に泣きそうになった頑張りましたねっていうその一言だけで私は幸せでした本当に頑張ってきてよかったなと思いましたはいそして今月です12月映画「アナにの扉を開けた時が」がなんとプレミア上映されて舞台挨拶 とりあえず幸せでした本当に舞台挨拶できてよかったしね公開されて本当によかったなって感じですねそして最後年内最後いともの皆さんとお会いできる機会でしたのでありがとうございました来てくださった方々もそしてクラウドファンディング支援してくださった方々も、はい、ありがとうございましたはいであそうその前にだチーム4県人が 決まったですねお決まりになってはいまだねまだ実感は来ませんがもう兼任になるということでチーム8とチーム4どちらも両立できるよう頑張りますはいでですね12月はまだあります何ですかと言いますとじゃじゃーんショールームお話し会がなんとゃ 12月31日金曜日15時からありますそうこの日なんと大晦日となっております大晦日ですね大晦日にあるんですけど当選者の方も決まっておりますので当選された方はぜひお忘れなく12月31日お話し会楽しみましょうまあ、ショールームでですけど みそかに最後ねもうファンの方と最後の方と最後の方です間違った最後なのでお話ししましょうイエーイ、はい、楽しみですイエーイどん、はい、な感じですかねもう1年いろいろありましたね活動スケジュール はい大みそか楽しみましょうね今年も最後までよろしくお願いしますということでじゃあ3年目の目標語ろうと思いますまず1つ目先ほども言ったんですが私はチーム4とチーム4とチーム8兼任させていただくことになりましてまずはもうね公演デビューですよもうずっとずっと最初から言っていますが 公演デビューできたらなと思いますねもう久しぶりに多分皆さんの前でパフォーマンスすることになりますしもうしたいうんパフォーマンスしたいってずっとなってますのではい公演デビューしたいですねはい そうだからまずは皆さんに私のパフォーマンスをお見せすることかなと思います1つ目の目標はいなのでもうたくさん練習頑張りますお次2まあそうねその前によ高校受験頑張りましょうとええ高校受験頑張りましょうともう高校行けるようにねもうそれだよ一番大切なのは高校受かって。 もう安心して A b に活動がしっかりと再開できるように頑張りますうん高校受験頑張りますはい合格できますよねはい頑張ります次あそうね来年の秋に映画 公開になるのでままず宣伝ととかね頑張ろうと思いますもう公開してからたくさんの方にねあの映画が伝わるように頑張ろうと思います宣伝頑張る年にしますはいあとはあそうこれはもう普通の願望といいますか目標といいますか目標も願望もどちらも合わせてるんですけど。 秋元先生におお会いいいしてみたいというお話です私ですねてっきりなんですけど本当にバカなんですけどてっきりそのオーディションの時に秋元先生とお会いできるのかなと思ってたら普通にいらっしゃらなくてそうお会いいしてみたいですね、はい、お会いしたことないのでお会いしたいですねはい。 あ、会したことないんですよ。そう。あのさっしーさんと。秋元先生のお話とか。たまに見たりするんですけど。はい。なんかお会いしたいですね。私指原さんもとても。憧れの方なので。うんうん。そう。そう、あと、お話ししたいですね。 お話というかもう普通にお会いして挨拶だけでもしたい本当にまず知ってもらいたいですね <laughs> はいでは次最後ですね最後ショールームで楽しくするための企画をたくさん考えたいなと思いますだからもうショールームもね皆さんにこれ以上に楽しんでいただくために企画作りと言いますか。 はい、頑張ろうと思います。はい、ねたくさんちょっとねこれはもう本当にショールームって気軽に皆さんが楽しめる場だと思うので皆さんがもっとねくすっとくすっとと言いますか私のショールームを見て元気になってくださってるなと思いますので、はい、ショールーム頑張ろうと思います。はい、って感じかなうん。 そうねまあ今年はねやっぱり演技とかそういういろんな新しいことに挑戦した年だったなと思いますそう、うん、だなだなうん来年はね今言った5つのことを頑張ろうと思いますまずは公演デビュー受験映画宣伝 秋元先生にお会いする、ショルを、うん、まずね目標に頑張ろうと思います。はい、う,ん、うでね私はね思ったの、思ったと言いますか思ってる思、思ってる。そうね私ね結構アイドルはまあそんな まあ昔からというか小学生の頃からアイドルやらせていただいてるんですけど私は最初アイドルになってからやっぱりかわいいとか歌が上手とかダンスが上手いとかそんな人がまあなんて言うんだろうねなるという。 だと思ってたんだけどでもね思ったのそれだけじゃ絶対ならないんだよね一番大切なものって何かって思ったら絶対的にファンの方の存在なんだっなって思ってそうそうやっぱり絶対に一人の力じゃできないことだしファンの方に応援していただいて。 成り立つものだなって思いましたねやっぱりその実力もあると思いますよそれはもちろん自分のね実力もあってこその存在なのかもしれないですけど本当に逆の立場で考えると私たちはもう本当に本当に支えられてばかりそうだから本当に本当に皆さんがいないとやっていけないんですよ だから周りのね、方とかまあ協力してる方協力してくださってる方まずはもうファンの方もちろんファンの方も一番第一にねいつも応援してくださってで、まあ他に言うと、まあ、今日とか見に来てくれてたんですけど友達とかでいつも応援してくれてる家族とかもうたくさんの方に支えられて。 アイドルできてるなって。思いました。はい。<laughs> はい、思いました。だから、そうだね。そう、だから、私はもうそれを。恩返しするってなったら、絶対にパフォーマンスとか。で、見せるしかないんだよね。それで。やっぱり応援したいってなってくださるか、どうかなと思うんですよ。 だから私は皆さにに応援れれてていいいる分それ以上にね活躍できたらなって思いますはい、そうは私はファンの皆さんがいなければ今活動してなかったんですよこのアイドル活動ね本当にファンの方様々ですこのアイドルね楽しんでやっていけてるのもこうやってね今まで今年もですけどこれからもですけど今年もねたくさんこうやって活動させていただいて。 これからも、ね、えいともさんと一緒にアイドル活動を頑張っていけたらなと思うので3年目の坂ひゆかもぜひともよろしくお願いしますはい、うん、はいてな感じで今日は以上となりますランキング読んでいきまーすはい <laughs> では行きます13位シマリスさんありがとうございますまた見てください12位中心さんありがとうございますまた見てください11位プッチーニさんありがとうございますまた見てください10位中心さんアットマーク長野セリカ神おいしさんありがとうございますまた見てください9位フォーコさん 二周年おめでとう、ひゆかの未来はキラキラ。あと本校さんありがとうございます。もうね今日もねそのツイートした時からたくさんお褒めの言葉とかいただいてありがとうございます。三年目頑張ります。ありがとうございます。八位大輔さんアットマーク二周年おめでとうありがとうございます。頑張ります。二周年二三年目頑張ります。また見てください。七位 G.S. 徳川さん 2周年おめでとうありがとうございます嬉しい皆さんまた見てください6位翔くんアットマーク2周年おめでとうこれからもずっと8もありがとうございます今日嬉しいな皆さんありがとうございますすいませんまた見てください5位永遠のひでぽんさんアットマーク8も2周年おめでとう今後も応援するよありがとうございますいやありがとうございます頑張ります本当にまた見てください 4位、チョコミントさん、アットマーク、ひゆかちゃん、8位に来てくれてありがとう。いやいや、こちらこそいつもありがとうございます。本当にファンの方のおかげですので。ありがとうございます。これからも頑張ります。また見てください。3位、よしさん、ありがとうございます。また見てください。2位、2> うん、うん、ン、元気くん、ありがとうございます。また見てねー。じゃーんそして1位は、 斉藤もげたさんアットワークエイトモありがとうございますタワーもげたさんありがとうございますこれからもよろしくお願いしますまた見てくださいということでラッキーカリカリは二十二フロストさんありがとうございますまた見てくださいではもう一人んは五59位ショートさんありがとうございますまた見てください はい、ということで。ラスト！スクリーンショットタイム行きましょうか？いやー。いいね。うん、ありがとうございます。本当に。これからも私らしく、元気に頑張って頑張ってうん。行こうと思いますので。<laughs> ついてきてくれたらなと思います。

そうだねエイトポーズにしよっと。ってことで2周年ありがとうポーズいきます。いきます。よーいピカニポーズみたい。 20年はい次あ3年目よっしゃいくぞポーズでいきましょうかよーいピよっしゃいくぞよっしゃいくぞ はい、行きました。最後。まあ、大殿。いきますよ。い、ピすみません。充電が二十パーです。すみません。 はい、できましたはい、では今日はありがとうございますもう三年目もね、頑張っていくのでこれからも応援よろしくお願いしますではまたね <laughs> ありがとうございました。またね。